NA, k a t p r ゼの模式図。NA, プラスを細胞外へ、K プラスを細胞内へ、それぞれ組み出している、濃度輸送とは、細胞がアデノシン酸リン酸の力を直接あるいは間接的に利用して、物質を濃度勾配に逆らって輸送する作用である。通常、膜を隔てた物質の輸送は、濃度の高い方から低い方に向かって行われるが、 濃度輸送は ATP のエネルギーを利用することによって濃度勾配に逆らって物質の輸送を行う。濃度輸送には何らかの輸送体が関与しており、これらは標的となる化合物の化学構造を認識して輸送するため類似の構造を持った化合物によって輸送が阻害されるという特徴がある。また低温状態においても輸送阻害が生じる。 濃度輸送の輸送速度は、飽和現象が認められ、ミカエリスメンテン式に依存する。濃度輸送はいくつかのパターンに分けられる。ATP のエネルギーを直接利用して、輸送を行う形式の濃度輸送。NA, k a t p a r ゼ e や H, k a t p a r ゼ e などのように輸送体が挙げられ、P 等タンパク質も一時輸送体の一種である。 二次性濃度を輸送は一次性濃度を輸送により、生じ体温の濃度勾配のエネルギーを利用して物質を輸送する形式である。二次性濃度を輸送に関与する輸送のタイプとして、共輸送及び対抗輸送が挙げられる。ABC 輸送体は分子量の小さな物質を通過させる膜タンパク質であり、総称して ABC スーパーファミリーとも呼ばれる。 現在までにおよそ250種の ABC 輸送体が同定されている。二つの膜貫通ドメイン及び二つの ATP 結合ドメインを持ち、ウォーカー A モチーフ及びウォーカー B モチーフというアミノ酸配列が生物種を超えてよく保存されている。哺乳類において臨脂質や使用製薬物の輸送に関与している。最近においてはアミノ酸や糖。 ペプチドの輸送も行っている。ABC 輸送体の中にはさらにサブファミリーが存在する。その中でも MDR、TAP 及び MRP、CFTR サブファミリーが薬物輸送に関与している。P 糖タンパク質は1280個のアミノ酸より構成される分子量約170系ダの膜タンパク質であり、12回膜貫通型タンパク質である。 MDR サブファミリーに属する。使用性の高い薬物を細胞外へ排出し、異物の侵入を防ぐバリアーとして機能していることが分かっている。抗がん剤に対して多剤耐性を示す癌細胞より発見されたが、その後小腸上皮や血液の関門を形成するのを、毛細血管内皮細胞など様々な組織に発現していることが分かった。 P 型 ATPR ゼは4輸送を行う。代表的なものとして、筋肉の NA、KATPR ゼ、CAATPR ゼ、胃腸端膜の H、KATPR ゼなどが挙げられる。F 型 ATPR ゼは、呼吸差と協約して ATP 酸性を行う重要な分子であり、その構造中に F お及び F1 ドメインを含む。H の流れとともに、 モーター部分が回転して ATP 酸性を行う。V 型プロトンポンプは ATP のエネルギーを利用して H の輸送を行う V 型 ATP アーゼは膜表面にあり ATP アーゼ活性を示し F 型 ATP アーゼと類似した構造を持つ。V1 ドメインと膜内部に存在して物質の透過に機能する V0 ドメインを持つ。リソソームやエンドソーム 細胞膜、分泌症法などに発現しており、V 型 ATPR で特異的阻害剤、バフィロマイシン H により機能が阻害される。V 型 H ポンプは、細胞内 BH の調節に関与している。ありがとうございます。